それでは藤井聡先生を迎えての第2弾ということで、はい、最近大変話題になっている MMT、うん、現代貨幣理論、はい、でその MMT、うん、まあ、もちろん前回は防災あるいは復興投資国債でやるのが当たり前という、まあ、全くその通りだと思いますが、まあ今の日銀がこれだけ金融緩和をしても 2% のインフレ目標は、ま、達成のめどが立っていない、でマネー、まあ、いわゆる民間の信用創造、つまり銀行がお金を貸さないとお金は増えないわけですけども、それが十分でないときはこれはもう政府だってお金作れるじゃないか、国債を発行すればそれが市中マネーのが増えていくということになるんだと、これはインフレがこう更新する前まではですね、それを吹かしていってやればいいじゃないかと、まあ主にそういう議論ですね。まずその MMT の意義とかそれあたりを先生の方から。これはですね、やっぱりMMT はいろいろ誤解があると思いますけども、無制限にお金すればよいと言っていると言って批判する人がいるんですけど、これは違います、はい、暴論だっていう人が言いますよね、それは無制限にお金するなんて誰も言っていません、言ってませんと、はい、で非常に政策論的に言うとリフレ派の皆さんがおっしゃってた、インフレターゲット理論にすごく近いです、政策的な、見た感じは、理論的な背景はちょっと違いますけど、で 2% を目指そう、でその時に金融ですごい頑張ったけど6年やってダメじゃないですか、そうですね、だから金融ですごい頑張ったけどもダメだけど、先に岩田紀久夫先生なんかも含めて、まあ、財政も重ねないといけないと、いうことを本田一郎先生なんかも含めて、リフレアの皆様方も金融だけでやっぱりちょっとダメだから財政も吹かさないといけないとおっしゃってましたね、ですから表面的に言うとそこはもう完全に MMT と一緒です、なるほど、で 2% になるまでは増税をまあ控えて、消費増税を控えて、財政を吹かし気味に吹かして、で様子を見ながらそこまで緩和をしていくと、で 2% を超えて 4% とか超えちゃうようになると、これ引き締めをやると、だから財政と金融の緩和論と引き締め論、まあ、これですから、その聞くとなんか普通ですよね、なるほど、すっごい普通です、まあ、前回議論した国土強靭化、今されてますね、で予算枠ができたという話もしましたけど、ただあれですよね、公共投資そのものがですね、安倍政権がコンクリートから人への民主党政権とは違って、結構3本の矢のうち2本目の財政、機動的な財政政策を言いながらも、私もちょっと数字見てみたんですが、決して何も増えてないんです、民主党時代の方が公共投資総額高いですから、高いんですよね、定義がちょっと違うので、特会を一般会計に入れたので、安倍内閣の方が増えてるように見えるところが社会資本特会ですね、で、その特会を抜いたら、安倍内閣の方が実は低いっていう、ね、実は低いんですよね、コンクリートから人へ加速内閣っていうのが逆に加速しちゃってると加速しちゃってるのが安倍内閣なんですけど、そういうことはあんまり知られてないですね、全然知られてですから何回も景気対策やって補正予算積んでですね、なんかいかにも財政出動、機動的に出てるように国民には見えても実際違うと、で社会、科学技術投資も全然増えてないですから、むしろ減ってるんですよね、科学技術投資、科学技術投資もだから投資物が減っちゃってるんですよね、投資物が減っちゃってるんですよ、まあ、増えてるのは社会保障はね、やっぱりこれ年々増えてい、ってますから、そうですね、そこは増えてますけど、これはしょうがないですからね、そこはもうほっといても消しちゃいますからね、そうそうそう、科学技術今おっしゃいましたけど、まあ未来に向けた投資であれば、未来に資産を残すものであれば、人的投資も科学技術も未来も残しますね、そうなんですよ、それだったらバランスシート運営で考えたら、別にはバランスシートのついつまが合ってれば借金も済むんじゃないかと、本当にそうです、いうことですよね、そうなんですよね、だから私なんか財政運営改革って、まあ、議員の時代も国会で言ってましたけども、一般会計を3つに分けちゃって、一般会計をでも資本勘定、投資勘定、ああおっしゃってましたね、いや、そう思います、いや全然僕それでいいと思うんですよ、まあ、なかなかやらないでしょうけどね、やらないんですよ、これがでもまあ理論的には全然それでいいですよね、でイギリスなんかそれやってますからね、そうですね、ゴールデンルールとかってね、言ってますよね、それも複数年度で計画を立てて、きちんと国民経済計算ベースの、いわゆる福祉会計ベースで作ってですね、バランスシートを作って、それで単年度予算に変換していくと、そうですね、で現金主義に変換していく、そうです、これがイギリスやってて、なんで日本でできないのかと、本当ね、バカですね、日本はね、この MMT で、ね、僕が本を書いてるんですけども、よくある批判が、吹かすのはでも、アクセル緩めることができなくなるじゃないかとか、まあよくやります、でもね、これも全くそんなことないんですよね、なるほど、まず第一に、いわゆる税金のビルトインスタビライザー機能を強化するっていうのが、これは自動安定化装置ですね、自動安定化装置です、これが MMT の第一の主張ですから、
これはもう、まあ、第一というかもう重要な帳の1個ですから。具体的に言うとどういう、うん、これはですね、はい、累進課税がありますから、例えば所得税とか、はい、所得税はビルトインスタビライザー機能があるとか言われるんですけど、うん、ありますね、これはすごく好景気の時には皆さん収入が高くなりますから、所得税率っていうのは 20%、30%、40%、それ以上に税収が税率が上がっていく、税率がで、ところがみんな不幸になってって、不況になってって、所得が下がっていくと税率は 10% とか 5% とか下がっていくわけです。ですから、不況の時には減税をし、好景気の時は増税をするということが自動的に調整できるようなものなんですね。で、これが、MMT の重要なポイントで、インフレになるということはやっぱり所得がどんどん増えていく状況ですから、まあ、その時にはブレーキをかかると、でそれで不景気の時にはこうアクセルというまでいかないけどブレーキを緩めるという機能があるので、これ MMT ではまずこのビルトインスタビライザー機能を強化しましょう。ビルトインスタビライザーというのはおそらく、教科書、中学生ぐらいの教科書に出てくれる、そうですよね、そうですよね、もう経済のいろはですね、いろはですね、これをちゃんとやりますで、法人税もちゃんと、そういう機能がありますから ね、 そうですね、利益のあるところとないところで払わないですから、はい、個人税ですね。で一方で消費税にはビルトインスタビライザー効果がないですから、まあ、だから税率一律ですからね、不審じゃないですからね。 MMT 的に言うとですね、例えばカナダとか、イギリスはですね、2008年前後、リーマンショック、あるいはサブプライム危機のあたりにはですね、消費税率下げてるんですよね。これはまあいわば MMT 的ですよね。なるほどね。こう貨幣がこう、要するに循環性が停滞してきたときには、消費税率っていうのを下げることで、その速度を高めると。このベロシティをね、このマネタリーベロシティを高めていくと。でこれも MMT 的なところですよね。もともと消費税っていうのは消費税を不労に課税するってこと自体がちょっとまあありますけどね、もともとそういう問題ですね。まあっていうのがまあありますよね。はい、で、そこをまあちゃんと強化して、それでもまあ当然ながら適正な 2% から 3% ぐらいのインフレ率を保証できないかもしれない。でそれでもやっぱりこう足らない流動性のまま等々で、インフレ率いかないとなったら、これはあとも金融政策と財政政策をこうやっていくしかないですよね。でその時に僕が思いますのは、やっぱり長期計画を先ほどおっしゃったようにイギリスのように、例えば科学技術、インフラ、防災、農業、エネルギー、それぞれの、都市計画とか地方創生とか、いろんな分野において長期計画を立てておくと、で何を作るのかということも全部プランニングしておいて、で基本的に10年でやるって、例えば決めておいて、不況の時には5年で終わればいい、で好景気の時には15年かければいい、なるほど、そういう格好で、アクセル踏んだり抜いたりすることで、計画がちぐはぐになることを避けることができますよね。私は公共事業で何が一番大きい問題かというと、計画がないということだと思いまして、そうなんですよね、補正がとにかく10兆つきました、じゃあとりあえずなんか案件持ってこい、予算積みました、とりあえずその辺のなんか道路でも回収しとこうか、もしたらちぐはぐの道路になっても、そうですよね、なんやこれみたいなことになりますから、それから人が確保できなくなっちゃうんですね、そうですね閉めたりしてある、そうですよね、でその間にその技能が失われていっちゃったりしますから、次拡大した時に人手不足だ、ボトルネックだとなっちゃうわけですよね。だからね、やっぱり長期計画をしっかり作っておいて、これでね、微調整を、予算の金額が変わるだけで、内容は変わらないというようにしておくのが、やっぱり合理的じゃないかな。その通りですね。先生、インフライノベーションって本があってます。それぞれのインフラについて、資金が足りないという、そうです。どういう例えばですね、防災も当然進まない、それから道路を投資することで地方が豊かになるところがいっぱい残ってるのそれやらない、新幹線を作ることで豊かになる地方もあるのそれやらない、それから下水道のインフライノベーションがあって、そこからいろんな資源が取り出せるんです、ガスだとかエネルギーとか、それに対して投資をするとサステナブルな資源とかエネルギー供給可能、抽出可能なんですけど、それ投資やらない、でそれから今最近漁業がすごく停滞してきてるのは、その漁獲高が減ってきてるんですよ。だけど漁獲高を上げるための海底水山脈というプランがありまして、海流の激しいところにちょっと山をちょっともこっとこう作っていくと、こういう上昇海流ができて、ここで魚がプランクトンいっぱい湧いて魚がいっぱいできてっていうことを、やってるところ一部あるんですけど、これもっとやったらいいのにこれやらない、でさらに食料自給率がすごく低い、でこれはやっぱり競争率を下げるために大規模農地を北海道だとか何だとかでやっていけばいいのに、これもお金がないんです、これやらない、もうだからね、すごいなこの国は。で、なんでやらないんでしょうね。あ、これプライマリーバランス。結局プライマリーバランス技術があるから で、これ僕ね、そのインフラリノベーションって全部で十何所、これあと港湾だとか、エネルギーだとか全部いろいろ調べたんですけど、フィールドを一個一個調べて、その最先端の現場と、その担当の
課長だとかにヒアリングでこう聞いて、はい、でこの業界で一番今欲しいものは何かっていう、はいはい、何をやったら一番効果的なの聞いてみるとね、本当に日本ではねお金さえあったらすごくいいイノベーション、うん、あの日本が豊かになるものがいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですね。これをね、長期的にね、計画立ててやりゃいいのになと。いやもう私もあちこち言ってますけど、この平成の30年っていうのは日本が世界の中でのウエイトがGDP ベースで3分の1になりと縮小した日本であってですね、しかし一方で日本は世界最大の対外純資産国だと、これをずっと続けてるってことはいくらでもお金があるのに国内で使い切れずに海外に流れちゃってる、流れちゃってるんですよね。でそれで海外豊かになってると、そうです、世界最大の対外純資産負債国であるアメリカがあんなに入りしてるんですよ。なんかバカみたいな、中国をすごく助けてしまった、また中国を助けちゃってるわけですよね。これせめて我々が一生懸命働いて蓄積した金融資産は国内のために使うべきだと、いや本当にそうですよ。やっぱりあの使うべきところにお金が回ってないよってことですね。でそこをしっかりと日本の国の中で使えば、インフレ率がやっぱり 1%、2% になって、これでインフレ率が 2% になっていけば、はい、また賃金もそれに合わせて、はい、絶対に上がっていきますから。インフレ率が上がらなければ賃金上がりますよね。上がるんですよ、だって元の値段が、そりゃもう上がらないんですから。そうなんですよ ね、 ここはなんかみんな分かってないですよね、インフレになったら嫌やって思うんでしょう、違うんですよ、ね、賃金が上がりますからと、賃金が上がって、で賃金が上がっていくと思ったら消費も拡大するから、さらに景気が良くなっていくという、そうですよね、経済の好循環が回っていく。なるほど。それがもともと安倍内閣言ってた話でね。そうなんですよね、黒田さんだってそれ言ってたわけで。そうなんです。で、あの補正予算積んでも、あの大体あの国債発行を増やし、あんまり増やしてないんですね。で今回だってあの税収が1兆円増えたからって言って、ああよかったって言って、国債発行額1兆減らしましたからね。減らしたりして、バカかお前ですよ。そうなんです、ね、そんなことしたらあの、お金を吸い上げてこう、流動性を低下させるわけですね。可変循環量を低下させるわけですから、そうなんですね。ですからあの、いつもあのあれですよね、例えばあの節約で出した財源とかですね、あるいはあの金利で高めにこの利払いをして、ね、それで浮いたお金とか、で税収増とか、でそういったお金は支出するのが当たり前で、当たり前支出して中立 で、そうですよね。そうなんですよ。支出しなかったらマイナスですから、ね、経済ってのって貨幣が循環してますから、これがゆっくりなのが不況で、早く循環してるのが好景気で、今日本はこうゆっくりなんですから、でここでこう吸い上げたらより一層遅くなっていっちゃいますよね。そうなんです。こう細くなっていくので、小川になってきますね。こう大河のようにこう回していかないと。そうなんですよね。ここにお金をジューっていらなわかんのかな、キュー抜いてしまって、まあ、ですからあの補正予算や利味っていうのはそこで建設国債増圧して初めて今全くそうですよ。そうですよ ね、 ねそれがほとんどないっていうのはですね、何やっちゃってくれてんだみたいな。いや本当そう思いますね。それ先ほどの MMT ですが、はいはい、あのまあ唯一よく私なんかもどうなのかなと思ってきたのが、金利の問題がありますね。で今は異常な低金利で 0% 金利ですが、 2% のインフレ目標が達成されると、まあ、実質経済成長率が仮に 1% だとして、まあ、全体があの名目成長率 3%、でも正常化した状態では金利がさらにそれも高いというのが今まで過去はそうだったとなってくると、この公債の GDP に対する比率がですね、上がっていくんじゃないかという心配を皆さん、まあでも実際ね、調べてみますと、金利というのはインフレ率に連動しますから、でインフレ率からあんまり乖離して金利の方が高くなりすぎると、これまた困ったことになりますから、そこはまああの当然ながらあの金融政策も合わせてやっていくと、あの MMT っていうのは別に財政政策市場主義じゃないですからね、金融政策も結構大事、そうです、あの貨幣の循環量を調整しましょうと言ってるだけの話で、そこはもうあの財政政策と金融政策をどっちも合わせてやるのと同時に税制も調整をしつつ、で構造政策もやるし貿易政策もやるし為替政策も移民政策も全部調整しながら、この貨幣の循環量を円安にしていきましょうというだけの話ですから、それで私ね、これなかなかいいこと言ってるなと思ったのは、今日銀が大量に国債持ってますよね、はいはい、例えば900兆円の国債発行残高のうち今470兆、もう半分ぐらい持っちゃってると、そうするとそれってあの国債の金利を日銀に払ったら、日銀国庫納付させたら国債の負担ないわけですね、ないですよね、今そこ実際なくなっているので金利ゼロってことですよね、今ね、ですから金利負担、で要するにあのいわゆるドーマー条件と言われている今国債、そうだから、あれ関係ない、関係なくなっちゃう、あれドーマー条件やるんだったらそこ の、 あの日銀保有率の補正件数かけなあかんわけですよ、ね、そうです、本来そうです、ね、
金利が高くなっても、あの日銀が持ってる限りにおいては問題なんですよ。でも負担になってないわけですから。これね、僕ね、内閣府で散々言ったんですけど、藤井先生どうでこうでどうでこうで、いや藤井先生、何言ってるか分からないんです。もうあのごまかそうとしてはる気持ちだけ分かるんですけど、何言っても、いやだからこうでこうでとか、いやなんとかかんとかなんですよとか。あ、ごまかしちゃう。説得力のある議論が役人が出てない。出てこない。出てこなかったんですね。明らかじゃないですか。まあそういうことですよね。ただあのこのまま放っとくと、出口となると皆さんまた日銀のバランスシートをいずれ縮小して、日銀持ってる国債が減っていってから今度民間の方にまた戻っていくと、もう借り返しは民間が発行するとっていうふうになるんで、そこで私が言ってるのも永久債券しちゃって固定しちゃったとか。まあそうですね。そうすればさ、もうあの金利の問題考えなくて、そうですね。ドーマ状況考えなくてよくなった、そうですね。まあ日銀がひょっとしたら将来それこう値引きを溶かしていくかもしれんってことですよね。でもバランスシート処理してしまうと国債をですね、赤字もなくしてしまう、赤字国債、もう日銀が持ってるのは全部赤字国債だと。だって一般政府ですからね、統合政府ですから。統合政府で考えたらそういうことも考えられるという、まあそこ前からおっしゃってますよね。で全然それでいいと思います。でそれと組み合わせであれば私も MMT はそんな懸念ないかなというふうに。MMT はほとんどそんな感じですよね。MMT もあの国債発行すらいらないって言ってますからね。国債発行もいらなくとにかく政府がもう貨幣を発行してるんだからっていう話をしてますね。究極的には政府 の、 あの通貨発行権についてはどういうふうに思われますか。当然それはどういうふうにというか、政府が持ってますよね、通貨発行権は。あの国家のなんか調整、あの MMT の基本的な理論っていうのは、なぜ政府が発行する貨幣、まあ、日本銀行券ですけど、だけ流通するのかっていうと政府に徴税権があるからだ、っていう、まあこういうわけですけど、だから政府の徴税権が、あるいは納税義務を保障できるだけの国力が政府にがあれば、それはいくらでも貨幣を発行できますよね。あの当然インフレだったりデフレだったりとかしますから、いくらでもっていうわけじゃないですけど、インフレデフレ以外のところを気にしなきゃ、ことインフレデフレのことを気にしなければ、あの理論的にはいくらでも発行できますよね。ですからあの MMT 見てこれ限りなく、あの MMT だと国債発行ってありますが、国債は金利がつくんで、で政府が貨幣を発行する、通貨を発行するんだったら金利がつかないんでですね、限りなくそっちに近づいていくのかなって、いやまあそういうことですよね、イメージがありますね。ヘリコプターマネーっていう議論とほとんど一緒ですよね。そちらになるわけですよね。そうですそうです。その問題はさっきおっしゃったコントロールができるかどうかの懸念、という人がいるんだけど、今申し上げたビルトインスタビライザー機能と、プランニングの、あの、実施期間の調整で、調整すればもう何の問題もない。そうですね。あとはあのこれは皆さん昔から学者も言ってますが、あの赤字、財政赤字の政治経済学という昔ありましたですね、ブキャナンの、要するに政治的な圧力で一旦これできるようとなると止めどもなく財政赤字が、ね、これついたと。でもこれもうブキャナンのもう間違ってることも証明されてるじゃないですか。だって今もう民主主義で緊縮になってますよ今。そうそう、それは面白い。国会が緊縮というか、もうブキャナンがもうとりあえずもう逆ブキャナン状況ですよね。だからもうブキャナンちょっと登場してくれよぐらい。もう禁止すぎやでブキャナンさんみたいな。いや確かにそうですよね。そうなんですよ。なんかもう、あの逆部下なんで民主主義でデフレになってますから。だから昔はあの、私は大蔵省に行った時の大蔵省の使命は、政治家の不当な要求からいかに財政を守るかと。そうですよね。で次から次へとすごい要求が来てたと。それがなんか萎えちゃってます、ね。萎えちゃってね。それも財務省が強くなりすぎちゃって。強くなりすぎちゃった。もうなんか SM の女王みたいな。ピシピシみたいな。何をあんた何をあんた、もうみんなもう、すいませんみたいな、政治家が。政治家がそうなってしまったと、ね。もうそれは財務省が強いですから、それは。で官邸よりも財務省が強い。有権者の皆さんどうなんでしょうかね。有権者、財務省にこうまく騙されて緊縮外に米100票みたいな感じで、もうそれが緊縮するのがもう恐怖の改革、店舗の改革みたいな感じですよね。それがええもんやと思ってしまってるんですよね。なるほど。まあ究極的には将来増税がなされるんじゃないかと皆さん心配してるんでしょうね。ああ、まあ消費増税、消費、もありますけれども、財政赤字放置しとくと、いや、なんかそうなんですよ、騙されてるんですよね。だって消費増税をするから増税してしまうんですからね。なんでかと、消費増税をすると税収が減るから増税してしまうって、消費減税をすればするほど将来減税になりますから、変な話だなこれも。そうですね。まあ、あのいずれにしてもあれですね、MMT っていうか提起しているのは、単純にこの財あの国債を発行してマネーを増やせっていうことだけじゃなくて、まあ、それを一つの中、いわゆる経済政策の体系の中に入れ込んでですね。そうです。オプションの1個に入れましょうって言ってるんですよ。他全部今まで言ってた皆さん言ってたことやりますよと。それなんか国債発行の貨幣供給調整機能を入れましょうって言ってる、それすらダメって言われる筋合いはないっていう。なるほど。
そこなんですよね。だからそこの部分だけつまみ食いされて批判されてると。そう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 、いうことなんですよね。そうそう、だってもともとね、あの MT、うん、レイだとかケルトンだとかミッチェルとかっていう人が、これラーナーだとか、うん、ケインズだとか、うん、ミンスキーだとかっていう、うん、あのシュンペーターだとか、うん、普通の経済学者の上に成り立ってるものなので、うん、痛んでも何でもないんですよね。俺も言ってることはケインズ経済学とこんなことないです。いわゆるポスト経済、ポストケインズジアンの流れの一理論ですからね。そういうことですね。まあそういうことで、うん、あの我々の常識だと思っていることを一回疑ってみると、うん、どうしてこんなに対外純資産があふれ、うん、世界一の日本がこんなに我々貧乏なのかと、うん、貧しいのか、そして次の、いつ起こるか分かんない自然災害に怒えてですね、将来の、まあ、2000万赤字問題、老後の話もありましたけども、これもお金を回せば解決できるということだと思います。真の敵が見えてきました。どうもありがとうございました。